はい、どうもビレジェンドガキダニです、今回はですね、皆さんにご紹介したいのがこちらでございます。じゃん、はい、ビレジェンド HMB でございます。ね、もうこれも以前からある商品なんですけれども、改めてね HMB いいなと思うので、ちょっと今回ご紹介させていただきたいなと思います。 HMB ってね、まあ、よくもう皆さんご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当最近この2年ぐらいかな、非常に注目されている成分です。タンパク合成高めたりとかですね、筋損傷、筋分解ですね、を防いだりっていうことで、まあ、非常に注目されている成分なんですけれども、HMB はもちろんこう単体で取ってもらってもいいんですけれども、このクレアチンとね、こっちクレアチンなんですけれども、クレアチンと一緒に取っていただくと、まあ、より効果が高まるっていうような文献も出てますし、確かね、カーボンも一緒に取ってよかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ビールジェンドマルトデキストリンとかもありますしね。で、まあ、こう、クレアチンと一緒に飲んでもらうっていうのもいいし、で、あとね、HMB のね、良さは、今言ったみたいに、筋合成高まったりとか、筋分解を抑えたりとか、疲労回復とか、あとあれ、女脂肪、脂肪が減るっていうのも、文献で出てます。なんかそういったメリットたくさんあるサプリメントなんですけれども、デメリットがあってですね、実は超まずいんですよ。以前のね HMB の動画、ちょっとこの辺に入れておきましょうか。 HMB の動画でも、お知らせしたんですけれども、 HMB ってねもうほんとまずいんですよ。BCA も結構まずいけど、結構ってかなりまずいけど、その BCA そのものはね苦くてまずいんですけど、でうちのビールジェンド BCA もレモン風味つけてあって、美味しいんですよ。でね、この HMB も俺のオレンジ風味はですね、オレンジ風味なわけですよ。なので粉でダイレクトに口に入れても美味しく飲んでいただけます。もうHMB 独特の、もうね、なんかね、舌が、ベロがね、もうなんかピリピリしてきて、もうなんか強烈になんか口の中痛くなるんですよ。普通のやつだったら。だけど、それが抑えられて、こう、口の中でももぐもぐと味わってもね、まあ僕の以前の動画の中では味わって飲んでるんですけれども、味わって飲んでもらっても飲めるぐらいの味に仕上がってますので、ぜひですね、まあ、ビールジェンド HMB を試していただければいいんじゃないかなと思います。で、このね、まあ1本あたり 135g 入ってるのでね、これがスプーン山盛り2杯で 1.5g、ただこれね、味付けに少し他の成分も、 HMB 丸々生じゃないので、2杯で 1.5g なんだけど、そのうち大体 1g ぐらいそれで取れる計算なので、だからまあスプーン 2,3 杯ぐらいを 3,4 回ぐらいかな取ってもらったらちょうどいいんじゃないかなというふうに考えております。で、飲むタイミングはトレーニング前に飲んでもらってもいいし、トレーニング後に飲んでもらってもいいし、就寝前、寝る前なんかも寝てる間に成長ホルモン出ますから、まあ、そういったところでも寝る前に飲んでもらうっていうのも一つなんじゃないかなと思います。はい、まあ、結構いつ飲むかっていうと、まあやっぱりトレーニング前後、就寝前がいいと思うんですけど、まあそれほど気にする必要のない、ものだと思いますので、まあ満遍なくね、まあ1日3回ぐらい飲んでもらったらいいんじゃないかなというふうに考えております。ということで、B レジェンド HMB、なかなかね大人気の製品ですので、まあ、最近プロテインばっかりね紹介してたんですけれども、こういった製品もぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ということで、B レジェンド HMB のご紹介でした。ぜひ皆さんお試しください。それではまたお会いしましょう。さよなら。